今日はね、駄菓子屋で買ってきたお菓子を紹介したいなと思います。まあ、味の方もね、一回食べてみて、どういうもんなのかと、やってみたいなと思います。さて、それじゃあ、まずね、これ、この甘いか、これいってみましょう。はい。これを一回ね、食べてもらって、ね、H 君に食べてもらいます。H 君に食べてもらって。甘いかって書いてある割には甘いです。甘い。キムチの味はちょびっと。キムチの味はちょびっとする。キムチの味がちょびっとする甘いか。キムチの味がする甘いかっていうことは、酸っぱくはなかったっていうことですね。はい。ああ、なるほど。じゃあ続いて、このサイダーの、シャンペンサイダー、これを食べてもらいましょうね。はい、Y さんお願いします。はい、開けてどうでしょうね。どんな味がするんだろうね。サイダーの味がするんでしょうかね。ちょっとね、大人の味覚よりも子供の味覚の方がね、正確なんじゃないかなと思ってね。さあ開いてね、ちゃんと綺麗に食べてみましょうね。どれ食べてください。はい、どうぞ。どうでしょうかね、このサイダー。ママ、どんな味します？サイダーの味しますかね。はい、サイダーの味。シュワシュワっては来ないの？はい。シュワシュワは来ない。はい。まあまあですね。まあまあのシュワシュワっていう、なんかちょっとよくわかんない。まあ、サイダーの味がする。硬いの？これガムみたいな味なの？なんか硬いですね。グミではなく硬いね。硬いお菓子、はいはい、サイダーの味がする硬いお菓子らしいですね、はい。で続いてはこのオレンジの何ですか、これ？ライフガードのキャンディーです。ライフガードのキャンディー。はい。はあ、なるほど。ちょっと、うん、ちょっと一回ビリッて破いて、中身だけちょっとカメラで見せてもらっていい？中身どういうお菓子なんだろう。あ、このゼリー状になってんの、これ？はい。おお、こんな、こういうゼリー状になってるんですね、これね。これ3つになってるんですね、これね。3つになってる。で、これを1つをね、ちょっと食べてもらって、本当にライフガードの味がするのかどうかが知りたいですね。どうでしょう、ライフガード。ライフガードの味はします。ゼリーだから？ゼリーだからちょびっと濃いです。濃い。食感的には普通にねる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 みたいな。ねるねるねる、食感ちょっとわかんないな。普通にあれかな、ねるねる、その辺で売ってるようなゼリーと同じような、はい、ぬるっとするような。あー、なるほどね。硬くはなく柔らかいって感じなんだね。柔らかいです。柔らかいね。じゃあ続いてはこのアンパンマー組、これね、保育園の子供なんかには結構人気でね、大人のね、女の子たちにもね、よく食べてるっていう。じゃあこのグミをね、ちょっと一回食べてもらいましょうかね。ちょっと開けてもらっていい？中身ね、ちょっとね、開けたらちょっと一回中身見せてもらっていい？はい。中身おお、反対になってますね。反対になってる。ちょっとね、まあそういうの、まあまあみんなストレス出したらこんな感じでね。中身こんな感じ。いい匂いしてますね。いい匂いする。中身こんな感じ。いい匂いがするみたいだね。こんな感じだね。で、これアンパンマンの、デザインも、なってるね。じゃあちょっと一回ね、食べてもらいましょうかね。これね、何かというと、これね、ぶどう味。アンパンマンのグミのぶどう味らしい。私ね、うん。ぶどう味大好き。大好き、はい、そう。まずどれか食べて。どれでも好きなのは食べちゃっていいよ、それは。まあまあね。うん。でも、ぶどう味ね。メロンパンナちゃん。歯に優しい。歯に優しいっていう。歯に優しい。いいですね。ポリフェノール。ああ、体にも優しいってことですね、これね。このね、うん、髪もね、食べちゃっていいんですよ。うん、あら。すぐ溶けちゃうので。ああ、この髪もね、まさにオブラートに包み込まれたアンパンマンって感じですね、これね。はい。お味はどうでしょう？お味はどうでしょう？ぶどうの味します。いや、それはぶどう。食感どんな感じ？
なんかこうちょっと固めのゼリーかな、固めのグミかな。うん、ちょっとだけ、うん、なんか食べた瞬間に、うん、ちょっと硬いかも。ちょっと硬いかもしれない。あー、なるほどね。次はね、来ましたよ、これ。このタラタラしてんじゃねえよと。はい、何がタラタラしてんのかとか。ただね、これね、見てください、これ。はい、ドン。これ激辛味なんですよ、これ。これね、炊いてあげます。これね、どうでしょうかね、これね。どうでしょうね、今までこうちょっと今食べてきて、ね、やっぱりね、お菓子はね、たくさん入っているお菓子よりもこうちょこちょこ入っているお菓子をつまんで食べるという、うん、こんな感じで中はこんな感じで入ってますね、これね。この赤いところが辛いです。赤いところが辛い。はい、ほう、赤いところが辛い。うん、うん、うん、ちょっとね、もっとよくニャンニャンして噛んでもらって味を出してもらって、本当に辛いのかどうか。最初は、うん、まあ、ポテトチップスの味ですけど。ポテトチップスの味。最後はほう、ちょっとピリってきますね。ポテトチップスは食感はふにゃふにゃって感じの食感は、あのポテトチップスのような食感ではないですよ。パリッとした食感ではなく、ちょっと柔らかい。柔らかいね。あーはははこれなんで、イカ？イカではないのかな、これ。イカです。イカ！あー、なるほど。これイカのマークはね、してありますね、これね。タラタラしてんじゃねえよと。こういうね、いろんなお菓子がね、こうやっぱ子供たちの中ではね、結構ね、好きでね、やってるんですよね。それではですね、この今、タラタラまで行ったら、今度、タラタラの次に出てくるのは、これですね。辛いですね。一応、これ一回食べてみた。食べてみた。辛かった。はい、辛い。数回ポテトチップスの味して、ポテトチップスの味が分かんない。ポテトチップスはね、うわーってきちゃいますね。あのポテトチップスはね、コンソメ、海苔塩、あとは何だって、薄塩といろんな味があるけどね、もうみんな分かんなくなっちゃうからね。続いてはね、これコーラ味と、サワーシュガレット。こっちがコーラでシュガレット。まあ多分中に入ってるのは同じかな。どっちか好きな方だけを当ててください。はい、中身はね、うん、ちょっとね、うん、好きな味かも。うん、これはね、2人にね食べてもらいます。これはね、これね、これ2人にね食べてもらう。で、もう一つ当ててもらっていい？はい、もう一つ当てる。もう一つはね、うん、ちょっとね、うんうん、なんかね、味はね、聞きたいんですけどね、うん、味はね、わかりません。これがこれだね。で、それはちょっと一個見せてもらっていいかな。ちょっと青いですね。青、青と、まあ、赤。かわいい。まあ、そんな感じかな。青と赤。はい、これね、どっち食べます？じゃあ二人に一本、じゃあ、二人に一本一本食べてもらいます。じゃあ選んでコーラを二人で一本一本食べてもらって、青い方も一本一本食べてもらいます。まずじゃあコーラの方から一本一本食べてもらっていいですか。コーラそれを当ててもらって、これ、うん、二人で、あ、これサワーか、これサワーか、これコーラか。はい、はい、うん、コーラをあげていきます。はい、コーラね、これ透明だからね、中身はね見えちゃうんですよ、うん、そうだね。これをね一本ずつね食べてもらってね。結構硬いですね。昔ねシュガーココアっていうのがあったらしいんですけども、そのシュガーココアっていうのは一本あげてください。一本ですね。うん、でシュガーココアどうの、タバコ、タバコみたいにね、まあ吸ってますけど、まあとりあえず味一回ちょっと一回食べて、うん、味はコーラにラムネをつけたような感じです。ああ、コーラにラムネ。はい、タバコの吸い方をしながら食べます、うん、それはちょっとまだちょっと早いかな。うん、あ、結構硬いですね。まあね、ちょっと硬い。ラムネ、ラムネのコーラ味ってことね。歯が折れそうなぐらい。そんな硬い、うん、そんなに硬かったらちょっとやばいな。はい、なるほど。でも歯はまだ入ってます。うん、そうだね。続いてじゃあそれを、じゃあ急いで食べちゃってください、2人で。はい、2人でちょっともうこれこれだ。今度は食べ終わったら、今度はこの青い方ね、このいやコーラちゃんとしっかりコーラ味していたのかな、これ。はい、では次はじゃあこっちの青い方。
ラムネの味しますね。あ、そう、ちょっとパリって切ってください。はい、パリって切って、お互い一回一本一本また、うん、切ってください。で、一本一本ちょっと取ってもらっていいですかね。どれ？じゃあ、あとこっちこっち。いいよ、いいよ。下に落ちてる。うんうんうん。そしたら、一本一本、二人で、一本一本取って。どうもです。この、うん、このね、サワー。ああ、ちゃんとね。ガレット。しっかりしてます。シガレット。甘い。あ、砂糖でできてるんだね。ちゃんとしっかりしてます。味は味。あれはブルーハワイ。しかもブルーハワイって言ったらみんな分かんなくなっちゃうから。いや、コーラの味がしますね。どっちもコーラの味がします。サワーだよこれ。なんかシュワってするような感じ。味はなんかブドウみたいな、はい、あ、ブドウのような味ね。ブドウじゃないけど、ブドウのような、ブドウに近い味だってことだね。でもこれ硬いけど、うん、コーラの味がします。それは今コーラのやつをさ食べたからね。まだ味がね、本当口直しした方がいい。コーラよりも柔らかくて美味しいです。青の方が、はい、はい、こっちもね。コーラはちょっと固めで、こっちの赤い方のコーラはちょっと固めで、青い方の方はちょっと柔らかいんだけど、ちょっと若干ブドウの味が柔らかいですね。柔らかいですね。なるほど。そしたら次はね、まあ子供たちといえばもう定番中の定番、このね、ゼリーをね、ちょっとね、食べてもらいたいなと。こっちはね、ブドウのゼリーなんですよね。これ、ブドウのゼリー。このね、ゼリーがね、あって、ちょっとね、ゼリーはね、もうみんな定番であるんだけど、結構ね。それでね、これ、1個ね、青いやつね、なくなっちゃったんですよね。青いやつなくなっちゃったね、なくなっちゃったみたいなね。じゃあ、とりあえずね、こっちお兄ちゃんの方にはブドウを。で、あとお姉ちゃんの方はどれを食べるのかな。何を食べるのかな。じゃあ私、ピンクが大好きなんでピンク、ピンクね、今日は服装もピンクなんでね、うん、合ってますね。うお、こんな感じでこれゼリー状にゅるっとこう出てきましたね。じゃあ食べちゃってください。じゃあそれをね、それをね、じゃあ、あ、やっぱりこの色がピンク、ピンクですね。色がちょっとね、こうピンク、うん、こんな感じでね、ね、にゅるっとね、こんな感じでね。はい、じゃあこれをね食べてください。はい、そのままぶどうです。美味しい？これ冷やすと言うと美味しいかな？逆に。はい。これ食べたら、まずいです。これとこれを食べた後にゼリーを食べたらまずいそうなんで、やっぱり口直しにね、途中でね、ジュースを挟んで一度口直しをしてから食べてもらった方がいいかなと。喉カラカラです。喉がカラカラになっちゃう。喉がカラカラ。うん。だからね、まあ、そうだね。ゼリーは冷蔵庫で冷やしてもらった方が美味しいかなと思います。さてね、今日はねこういうお菓子だけど、次はねまた違うお菓子をご紹介できればいいかなと思います。次はね、もうちょっとね、もうちょっとね、お菓子一口サイズのね、お菓子が結構あるので、そういうお菓子もみんな食べてもらって、どの味が美味しくて、どの味がこのやっぱりこう合うか合わないかというものをやってもらいたいなと思います。本日はじゃあこれで終わりにします。じゃあまたね、バイバーイ。